水都市。三都市は、茨城県中部の県央地域に位置する市。同県の県庁所在地で、市工事特例市である。水都徳川家所園の地として、水都公門、徳川三国や、快楽園が有名で、日本国内で知られている。毎年2月には、水都の梅祭りが、8月には、水都公門祭り、9月には、水都萩祭りが開催される。また、 明治時代以降は、納豆の生産が盛んになり、水戸納豆として親しまれ、納豆にちなんだ料理や、お土産の販売、納豆早食い世界大会も開かれている。中心部を含む地域の大部分は、旧茨城八1878年より、東茨城郡であり、茨城県の名称は、県庁が茨城郡水戸に置かれたことに由来する。地域の一部に、 旧中郡域を含む。水戸都市圏、都市雇用圏の人口は約66万人、2000年。前市長の加藤光一は、隣接市町村との合併で、政令指定都市を目指し、市の広報などで、その構想を発表している。茨城県の中部に位置し、関東平野に属する。市内には中川が流れ、中川周辺部は低地だがそれ以外はむね大地で。 ある。また、日本初の水道専用ダムの著川ダムがある。太平洋側気候の三陸、上磐型と東海、関東型の中間的な気候である。夏は、オホーツク海気団からの北東気流の影響で、最高気温は低めで、真夏日日数は33.6日と関東、甲信越伊勢の県庁所在地では、最も少なく、山形市より少ない。また、 熱帯夜もほとんどない。冬は晴天が続き、最高気温は関東以西の平均的な値で、日中は暖かいが、大平野の中の都市のため放射冷却現象が強くなりやすく、朝晩は冷え込みが厳しい。冬季の平均最低気温は東北南部の仙台市や福島市より低くなっている。強い寒気の元南岸低気圧が通過すると雪になるが、 関東地方の中では、極端な大雪になりにくい方である。冬の朝晩の冷え込みが強い田は、全国的に見ても穏やかな気候といえる。平均年齢40.3歳。三戸の地名は、中川の周雲の河口として栄え、水雲の戸口とされていたことに由来する。いつから呼ばれていたかは定かではないが、西暦1400年頃、室町時代にはすでにその名があったと言われている。 中川の水運は近代まで存在していたが、陸上輸送に変わられた現在は残っておらず、地名だけが残っている。細かい境界の変遷は省略。2015年5月現在、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震により、本庁舎などが被害を受けたため、庁舎窓口などが臨時庁舎などに分散している。詳しくは、下記を参照されたし、 臨時庁舎等における各家の配置について、三戸は商業都市であり、第三次産業が大半を占めている。天狗島の乱との関連で、鶴ヶ市と姉妹都市になり、その後、鶴ヶ市の仲介により、彦根市とも親善都市となる。彦根市とは、桜田門外の変で関係がある。大老、井伊直助は、彦根藩主の家系、井を打ったのは、 水戸半老市を中心とした集団。さらに、彦根市の仲介により、高松市とも親善都市になる。なお、江戸時代に高松を治めた高松松平市は、水戸徳川家の分家である。中心市街地は、水戸駅周辺南北に位置し、常磐線北側の大地上を、上市、水戸駅から東の下町を下市という。繁華街は、水戸城跡のある。 駅北口方面に形成され、その中心を国道50号が東西に貫く。国道50号は片道に車線で、右側レーンが通行路、左車線は一部バス専用レーンの時間帯がある。また、近年駅南と呼ばれる駅南口及びその周辺の再開発が行われている。水戸駅北口には、駅ビルエクセルや、北口再開発ビル、ミム、マイム、 丸井水戸店、宮町一丁目、1993年、平成5年2月27日開業があり、そこから伸びるメインストリートでは、ボンベルタ、伊勢神水戸店跡が、周辺建物を含め再開発され、向かいにあった、水戸京成百貨店、現、京成百貨店、泉町一丁目が2006年、平成18年3月17日に移転して、開業したほか、地下通路、 地下駐車場などがある。しかし、2003年、平成15年2月20日に、泉町1丁目の百貨店、ボンベルダ、伊勢神三戸店が閉店し、2005年、平成17年10月31日には、大英三戸店が閉店。2009年、平成21年3月31日には、リビン三戸店が閉店。そして、旧大英三戸店後に2007年、 平成19年10月19日に開業した、にも、ミイモが2013年、平成25年4月21日に閉店したほか、サントピアも閉店するなど、大型店が相次いで閉店している。なお、移転で開いた旧水戸形成百貨店ビルを、伊勢神本社が取得し、泉町一丁目北地区市街地、再開発準備組合による、 再開発事業の対象地の中核となっていて、水戸市民会館が移転する計画が進められている。再開発事業の開始までの間の暫定利用として、そのビルを一部利用し、水戸ショッピングストリートキミットとして2008年、平成20年1月25日に、食料品店など数店が開業している。ユニーミト店と南町三丁目は2007年、 平成19年に住友不動産に売却され、隣接の田原や水戸店跡と共に商業施設やマンションの入る25階建て程度かそれ以上の超高層ビルの建設計画が構想をれていたが建築資材値上がりの影響などで計画が実現せず一部が駐車場として利用されるだけになっていたため2008年平成20年に水戸市が 暫定的に一部を無償で借りて使用できるよう申し入れて、住友不動産と2年間無償で、水戸市が一部を借りることで合意が成立し、2009年、平成21年2月21日に、南町自由広場がオープンした。水戸駅南口では、南口駅、ビルエクセル南が、ビッグカメラを各店舗として2011年、平成23年5月25日に開業したほか、 2006年、平成18年には、コムバックス310、山田電機ラビーをキーテナントとするミトサウスタワーが2008年、平成20年にオープンした。また、ホテル、高層マンションなどが複数建設された。赤塚駅周辺では、マンションや複合高層施設が立地している。南口には2005年、平成17年3月25日に、 カスミフードスクエアミト赤塚店、高和田デン11、同年4月22日には、ヨークベニマル赤塚店、姫子コ2から30が開業し、スーパーを核として、商業施設が整備されている。茨城県庁周辺は、商業施設が立地するほか、国道50号ミトバイパス沿線では、特に大塚町から、欅台にかけて、ロードサイドショップが立ち並ぶ。内原駅周辺は、 県王地域最大の郊外型ショッピングセンターである、イオンモール、水戸内原、中原町アザニシ135が2005年、平成17年11月11日に開業し、この周辺にも、家電量販店や飲食店などといった、ロードサイドショップが増えている。内原の地名は、万望開拓青少年義勇軍の訓練所があった、ため、戦時中、全国的に知られた。 全日制の家庭のみが7校、定時制の家庭と通信制の家庭の併設が1校。全日制の家庭のみが7校、通信制の家庭のみが1校。私立の小学校は全部で32校ある。関東地方では珍しく標準服を採用している、学校が半分近くを占める、太字の学校が該当。各校のホームページは、三友心ネット小学校一覧を参照。 計36円。私立19円。私立16円。国立1円。茨城大学教育学部付属幼稚園。私立公民館は原則として各私立小学校の学区ごとに設けられている。博物館法に基づいて登録を受けた施設。博物館法に基づいて要件を満たした施設。各種施設。市内に公安はなく東海村。 日立中市、大洗町の茨城港、日立中港区、大洗港区が市に最も近い場所に位置する。車で約35分の位置に茨城空港、おみたま市がある。茨城空港以外では東京都大田区の東京国際空港、羽田空港、千葉県成田市の成田国際空港、福島県須賀川市の福島空港などが利用されている。この内国内線では 地上交通の便がよく就航都市数が多い東京国際空港が多く利用されている。地上派テレビ放送において他の関東地方は民放号大キー局 NHK ローカル局1局の7局地域となっているが、水戸をはじめとする茨城県北部は五大キー局 NHK のみのエリアである。場所によっては高性能アンテナを使うことで千葉テレビを受信できるケースがある。 現在、日立市内を視聴可能エリアにするケーブルテレビ会社ジャウェイが、水戸市内でのケーブルテレビ事業計画を進めている。市内笠原町の県ありちを購入することが決まり、アナログ放送が終了する2011年までの事業開始を目指している。しかし、2015年現在、水戸市内でケーブルテレビ事業は開始されていない。ラジオは、IBS 茨城放送のほか。 関東広域圏の各放送局が放送対象地域となっている。民放 FM 局はないが、千葉県のベイフムや栃木県のラジオベリー、埼玉県のナック5が事実上受信できる。また、東京都のトキオフムや JWAVE や山梨県の FM 富士はアンテナに接続すれば聴取が可能である。しかし、栃木県のラジオベリーは FM パルルンと混信して、 聴取が不可能な地域が多い。水戸テレビラジオ放送所も参照。新水戸発見として1996年に制定された以下の8名所。その他、日本三名園つながりで、金沢市や岡山市と合同イベントを実施することがある。行政、市役所など、より中央郵便局や観光協会の間で実施されることが多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。